よ。今回この大丸村村長選挙において全国初の無効票再審議が行われることになりました。全くの同数で開票を得た両陣営ですが、勝敗の行方は無効票の審議に委ねられるそうです。私、今回の無効票再審議を担当いたします三枝と申します。早速ですが、審議の方始めたいと思います。まず最初の無効票ですが、デブ3票、これは山の上候補の得票と認定いたします。なかなかいい出だしじゃないか。あなた太っててよかった。パパのことデブだって。次の無効票はガリガリ4票やった。続きまして、これはかなり多かったですね、バカ10票です。これに関しては事前に両候補にペーパーテストを受けてもらっております。あれがそうだったのか。そうと知っておればわざと手を抜いとったもの。東候補26点、山の上候補30点、よって得票は東候補。熱さバカに政治がすまぬものか。ちなみにこのテストの一般平均得点は87点となっております。あ、次も多いですね。15票、ハゲ。やったー、大逆転よ。負けたー。何を言ってた。あ、負けた、私の負けた。何言ってるの。あなたがハゲてここにいらしてるわ。ハゲデブー。これは違えだ、私は断じてハゲてなどおらん。なんだ、君たちは。じゃあ、私がハゲってことでいいですか。最近ちょっとあれなんで。いやいや、そんな、その程度じゃハゲとは言わん。ハゲじゃないとか。ではこの得票は…ちょっと待って。これが、お前たちのやり方か。ここに15票。さあ、気を取り直していきましょう。続きまして、ド M 6票です。ド M って何？うんうん、なんだろうね。俺はド M なわけないだろう。あんた、秘書でしょ。こいつこそ説得しなさい。はい、村長。この辺りで票を伸ばしておかないと。のちのち。双方ともに自覚なしということですので、私の権限において検証を行います。橋爪君、準備を。はい、かしこまりました。本物じゃねえか、おい。はい、そこまで。はい、そこまで。そこまで。この得票は山の上候補。どうだ、俺の演技力。次に参ります。誠実な人10票です。あんたんとこの上の娘、最近帰りが遅いそうじゃないか。親のしつけがなっとらんのじゃないかな。それは塾に行ってるんです。町の盛り場で見かけたっていう噂も聞いとるけどな。わしは見かけんよ。吉野さん、ちょうどいいとこに来た。あんた、この間この娘を見かけたって言うとっただろ。はいはい、あの女、はいはい、私が通訳しましょう。はい、この子は知らない。だけどあんたがこのお姉ちゃんとホテルに入ったのははっきり見たと言っております。あんた、いや、そんなの嘘。この草主人のたわごとに決まってんだろ。はぁ、あ、私にだって選ぶ権利あるし。はいはいはい、この票はですね、あまりどういうことないのか、いけないため審議不可、無効といたします。すいません、ちょっと話聞かせてもらっていいかな。はい。東候補の娘さんだよね。どんなお父さん。どうって、てか、あの人今選挙のことで頭いっぱいだし。じゃあやっぱり将来はお父さんと一緒にこの村のために働きたいとか。誰がこんな村。え、ごめん、ちょっと聞こえなかったんだけど。もういいですか。それでは審議を再開します。
ここまでの結果、投票で並んでおりますので、この最後の票の結果次第になります。最後は一票のみ。もし家族に危険が迫っていたとしても、村の安全の方を取る人、正直にお答えいただけますか？無論、それぐらいの覚悟がなければ村長など務まらん。東候補、いかがでしょうか？私も、いや、やっぱり私には家族の方が大切です。そもそも私が立候補しようと思ったのは子供たちの未来のためなんです。今自分の家族が危ないのに、未来も何もあったもんじゃない。村民の皆さんには申し訳ないが、私にはその覚悟はありません。それではこの一票、山の上候補へ。よって山の上候補の当選確定です。よっしゃー、お疲れ様。もう少しだったのにね。あの、お父さん、最後の票、私なの。まさかあんなことになるなんて。分かってたよ。なんで？だって負けたんだよ。そんな平気なの？